緊急事態宣言が明けた初日のすすきのです。このように人通りも多く、少しずつにぎわいを取り戻している印象です。宣言は解除されましたが、札幌市内の飲食店は時短営業が続き、今月14日までの間、酒の提供は午後7時半まで、営業は午後8時までです。一方で道の認証制度を受けた店は、酒の提供や営業時間が少し長くなります。忖度なく、きちっとした感染対策をしているという店のお墨付きという部分では、評価はできると思いますね。今日、道内で新たに新型コロナウイルスの感染が確認されたのは32人です。このうち札幌市は23人、亡くなった人はいませんでした。